どうも、かげやんです。今日は2021年5月6日木曜日、木曜日の朝、快晴ですね。上、飛行機雲ができていますね。ということで、今日からですね、ゴールデンウィークが明けて、仕事始めの方も結構たくさんおられるのかなと思うんですけども、僕は、ゴールデンウィーク仕事させていただいて、今日が、休日ということで、普通の人とはちょっと違う、こう生活になってますけども、そうですね、今日から、今日はまあゆっくりはしないですけども、まあお休みということで、まずこれがキュウリですね。キュウリ、あ、どうぞ。あ、そこにある。どこ？これだ。ああ、はいはい。ほんで、昨日父親が苗買ってきたみたいなんですね。これがですね、ナスの苗、これを多分今日植えるでしょうということです。こうですね、ナスの植え、ナスの苗と、こっちが、これは唐辛子ですね。これが唐辛子の苗ということで、これが、植えられるということです。だから新しく買った唐辛子の、苗はこっちへね、2つ並ぶということですね。唐辛子の苗が2つ並ぶということで、ナスもですね、ここに一つあるんですけども、ナスの苗がね、ここに穴が開いてるんです。ここにナス、新しい、ナスの苗が植えられるということで、ちょっとずつまたこう増えてきてるというかね、種類自体は増えてないんですけどね、これから増やしていってということですね。さあ、まあ今日もいい天気、昨日は雨やったんですけど、いい天気なんで、しっかり、昨日の水分を吸ってですね、大きく育っていってもらいたいと思います。ということで、以上です。ありがとうございます。